インフィニットシークレットライブに2500人、先週金曜日に日本デビューイベントで1万人を集めた韓国7人組ダンスボーカルグループインフィニットがシークレットライブを行いました。公演開始3時間前に告知されたにもかかわらず、ファン2500人が集結。いや素晴らしいですね。こんなにすごくたくさんいますね。嬉しい。この日も彼らの持ち味である悟りダンスを披露。またイベントでは、おととい誕生日を迎えたドームにメンバーがケーキをプレゼント。このサプライズにテンションが上がったドームでしたが、ドームさん、いや、大丈夫大丈夫です、こういうとマイクを鼻にぶつけ、痛い誕生日となってしまいました。